一夜漬けなんてもってのほか、体調崩すだけだ。嘘である。とは自分の実力を見るものです。無理に背伸びをしていい点を取っても本来の自分は見えません。嘘である。大丈夫ですよ、今回は試験勉強バッチリです。じゃあ僕は帰って勉強でもしますので。嘘である。いっそ勉強しないという選択肢もありますよ。嘘である。俺も試験前は3日ほど勉強せずに座禅組んで精神統一してる。これが効くんだわ。嘘である。会長は緊張しないんですか？当然だ、俺は自分の力を信じている。今まで積み重ねたものを出すだけだ。嘘である。やはりまだまだですね。この結果も甘んじて受け入れますよ。嘘である。実際のところ安堵しかない。もう喜ぶ余裕なんかないさ。嘘である。防御！この男、意味もなくシャドーボクシングをし始めるほど喜んでいる。